Thank you.
こっちの、うん、カールスバーグ、うん、お姉様、こっちでしたね。帰ったなら、行きまーす。うん、あ、でも柔らかくて美味しい。めっちゃタレも欲しいな、これ。ん？タレ。うん。な、美味しい。これもなんか美味しそうやな。柔らか。とろー。サンキュー。いただきます。対4ぐらい。このイカもビールに最高やな。明日どこから掃除しようかな。捨てよ、まず。まず捨てる、いろいろ。ちゃちゃ。うん。まずちゃちゃ。断捨離。ちゃちゃから。うん。前のトイカーの味噌にあるな。食べる？どれがお好み？これがトリカー。え、めっちゃ迷うな。味噌に2つ食べてもええやで。トリカー味噌にまず食べようかな、じゃあ。うん、これいきますか、まず。いきます。ここでな、切り目を入れるやんか。うん。で、その切り目にベーコン挟む。絶対美味しい。って言ったやん。覚えてないな。それは関係ない別に。関係あるくない？それは別に関係ないよ。やめたらいいじゃん、まあ、奉仕してる側ってどうしてもさ、見返り求めるやん絶対に。もうちょっとこうしてくれていいのにって思うのは、まあ、当たり前の感情なんやけど。別に損とも思ってないやで、うん、やっぱ人の尊厳とか、その人を落とさないいじりやったらいいけど、なんか面白く引き立てるいじりじゃなくて、超えちゃいけないライン超える時はあると思う。いくら俺でもイラッとする時はあるから、取ってへんやん。だからいや、楽やん、その方が。楽って何？でもなんか雰囲気悪なりそうやし、止めれんのはすごい心が広いなって思うけど、
立派なことやなとは思ったけど、言われる数じゃないよ。それは言う数じゃなかった、ごめん。はい、何これ買ったやつ、旅行の時にいいかなって思って。おお、あったかそう。安物似合うわ。でも僕に誕生日プレゼント買ってないのに着てみようかな。ぴったりよ。似合ってるやん。ごめんね。美味しくない。